はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんにちは。サッカーをとことん愛する男、DJ トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、昨日は素晴らしい勝利でした。横浜 F マリノス、ガンバ大阪とですね、ミッドウィークに ACL の関係でできていなかった試合をですね、昨日終えたわけですが、DJ トムさん、昨日見ておりましたでしょうか？いや、見ましたよ。それこそ、また彼女が言ってました。なんて？このチームはロペスしか点取る人いないの？ 彼女さん、その通りです。某東京の病院で働いてるナースがアンデルソン・ロペスしか知りません。あとメイヌーしか知りません。メイヌー知ってんだ。メイヌー知ってんだ。すごいな。ナースコールでメイヌーって言ってようねえだと。やれ、メイヌーって。いやー、それですが、ちょっとですね、昨日は、かなりガンバ大阪に押し込まれているような展開でしたが、結果的には2対0で勝利というような形でしたが、やはりガンバ、昨年とは違って、宇佐美選手は何ですか？2回目の絶好調な時期を見ているようなぐらいコンディションが良さそうでしたね。いや、ガンバのユーチューバーさん、ガンバ関連の僕らみたいなユーチューバーさんのやつ見ても、そんなに悲観する内容じゃないみたいまあ、そうですね。なことは結構いろんな人が言ってたんですけど、とは言っても試合が終わって勝ててるっていうのは、マリノスからしたらこういう試合をものにするっていうのは大事なんです結果が全てだよ。悲観する内容じゃないんだよ。結果が全てなんだ、J リーグは。家庭なんかどうでもいいんだよ。実の監督すら。家庭なんかどうでもいいんだよ。最後の1本でもスライディング、最後の1本でもシュート。先だぜよ。ガキの強さライディングで。ということでね、はい。あまり、いや、ということ。かなり苦しみましたが、いや、本当に勝ててよかったっていうような試合でしたね。いやー、だってもうね、ガンバ、それこそウェルトン対策は結構マリノスしてきたんじゃないかなって思いましたけど。まあ、加藤蓮選手右に置いてね、スピードがある加藤蓮選手を右に配置することで、ウェルトン対策をしたのではないかなというような印象を受けましたし、畑中選手も右に置いて、左エドアルドで、やってきたわけですが、畑中選手はスーパーですね。スーパーですし、なんだろう、ウェルトンがあんなに止められてるとこって、僕、他の試合も結構見てたんですけど、あんまなかったんで。結構がっつりやられてましたよね、ウェルトンね。いや、だから警戒されたんじゃないですか。まあ、かなり警戒していたと思いますし、でも、ウェルトン怖かったですよね。なんか切り込んできて。あんまり縦に突破してくる選手ではないんですね。縦切られてたんじゃないですか、でも。ああ、まあ、畑中と加トレンで、うまくそこは連携取りながら縦を切っていたみたいなイメージですかね。だって結構ぶっちぎってますもん、ここ最近のハイライト見てても。あ、そうなんですね。結構マリノス、まあ、守備もそうですし、まあ、対策しっかりしてんだなと思って見てますね。まあ、しっかりとキュウエルがその辺は対策をしてきたのではないかなとは思うんですけれども、まあ、いかんせん本当に日産の芝が相変わらずひどいですね。まあ、あれはね、僕が職業体験でね、日産の芝の、グリーンキーパーの職業体験行ってましたけど、芝も病気にかかるんです。芝も病気にかかる。いつまで病気にかかっているんですか、日産の芝は。いやー、あと2ヶ月ぐらいじゃないですか。いやー、それで終わるんだ、逆に。いつも夏の日産ってめちゃくちゃ芝ひどいイメージなんですけど、逆に。うっさんならどうでもいいんですいけや、ど。全然どうでもよくないよ。ホームも、まあ、ウルサンだったりとか、次も湘南だったりとか、大事な試合が続きますからね、日産スタジアムで。芝はやっぱり、してもらわないとね。浜田純選手から LINE が入ってて、僕が返したら返信がなかったんです。頑張れよーって送ったんですよ。スタメンっていうところが分かった。そしたら、絵文字一つで書いてます。メイヌーの絵文字いきました。メイヌーの絵文字とかあんだ？メイヌー。メイヌーリバプール戦の子。リバプール戦のメイヌーすら。絵文字一つで書いてます、これ。いや、あれらしいじゃないですか。これ言っていいのかどうかわからないんですけれども、練習試合があったみたいですね、マリノスと。あったみたいな、その話を聞きましたけど。最近練習試合が中町監督のところとあったんですか？なんか見たいですよ。マリノスの控え組がちょっと塩貝君に結構コテンパンにされたという噂を聞きましたけど。そんな感じだったみたいですね。これ飛行はでもどうなんですか？そういうあって、まあ、塩貝君がそこで活躍したみたいな。で、まあ、それで受けての昨日のベンチ入りだったんですかね。まあ、そうでもありますし、都度、情報交換は取ってるんじゃないですか、中町さんが監督なんで。そうですね、中町監督とマリノスで情報交換を、まあ、日々してると思いますし、マリノスももちろんね、慶応の試合見に行ったりとか、練習にももちろん塩貝君、都度参加してると思いますので、昨日すごかったっすね、
塩貝くん。こんな感じでしたもんね。おはい。あの、横江くんのですね、記事見たんですけど、最初一発はかましてやろうという気持ちで入ったらしくて。いや、でもよかったですね。黒川選手が、僕一番怖かったのが。うん。おんのおめえ、いや、塩貝くん、刈られてたやん、サイド。がっつり刈られてたよ、あれ。横買ってたから良かったっすけど、逆に塩貝くんが良かったっすけど、だから買ってなかった、わー。いや、それ、動物、逮捕だよ、逮捕。これだよ、これ。これ、もう試合中盤、いや、これ、アンデルソン・ロペスな。アンデルソン・ロペス、大きなハートマークしてたけど、すな。いや、あんまりエンブレムないやん、それ。エンブレムないやん。何に対しての規制やん。ということでねー。え生地。生地って何？超生地。え、この生地が美味しいんすよ。生地が美味しいだけが赤ちゃんかも。うちの赤ちゃんと一緒やん、それやってること。いや、どうじゃないの。ということでね、マリナスね、本当に2対0で勝てました。アンデルソン・ロペス、やっぱりこれストライカーっすね。いやロペスのインタビュー見ました、ヤフーで。ああ、なんて言いますか。なんか、ちゃんとよく食べてよく寝ることっていう、一般的なことが、このコンディションを持つ理由が、よく食べて、しっかり寝ることっていう。いや、本当それですよ。もうそれが全て。やっぱり睡眠、食事。回復、まあ、それが本当に全てだと思うので、ロペスはそれをしっかり守ってやってるということで、さすがプロ意識がすごいですね。日本でも広島でもそうですし、スポンサドールでも活躍したじゃないですか。スポンサドールでも活躍しましたよね。結構プロが長いっていう、ブラジル人って遊ぶイメージで、ロペス選手はそういうところ気遣ってる感じしましたよね。しっかりと気遣ってるので、あまり怪我しないですもんね、ロペスって。だってあのアデミューソンの栗原さんの中の対談 YouTube で言いましたけど、はい、アデミューソンが変に日本を覚えちゃったみたいな。遊びすぎたんですかね。はい。まあ、アンデルソン・ロペスだったの、コンサドーレの溝に落ちても怪我しませんでしたから。いや、だからそれよく寝ることっていうのが象徴されたシーンですよ。よく寝てたから怪我しなかった。いや、ほんとそうですよね。ただ、昨日どうでしたか？ポープ選手、昨日 MVP 級の活躍だったじゃないですか。まあ、確かにそうですけど、ポープ選手も、まあ、ポープ選手確かにまあ、そうですね。まあ、よく止めてましたし。何回も止めてましたよ。まあ、よくやられずに済んだなっていうところはあります。よく本当に枠内シュート何本あったんだってぐらい打たれてましたし、なんかネタラビーはなんかマリノス来たらなんかハマりそうな感じしますね。ネタラビーはいい選手だな、あれは。マリノスのこれアンカーハマりそうだよ。ね、ネタラビーは僕そればっかりイメージしてみてました。そればっけん？そればっけね。でもそんなの日常の仕事で言います。そればっけんの言ってないですよ、仕事で。まあ本当にね、それぐらいネタラビ選手いい選手だったんですけれども、まあ、ちょっと村上選手はなんて言うんですかね、ちょっと迷子になりつつありますかね。昨年は右サイドバックで使われたりとか、今は左ウィングで使われていて、本当は本職はセンターフォワードじゃないですか。プレーに迷いが見えたりとか、まあまあなんかかわいそうな感じはありますよね、若干。しょうがないんじゃないですか。フォワードから離れてる時期があるんじゃないですか。村上選手は長かったですよね。大学でもゴールゲッターとして活躍してたんですけど、やっぱりいろんなところでやっちゃったから、やっぱりまだまだフォワードとしての感覚っていうのがちょっと微妙なんじゃないですか。しかも昨日ウィングでしたしね。昨日ウィングだったので、まあ、難しいところではありますが、まあ、プロ選手としてどこで出てもね、やるときはやらなきゃいけないですが、昨日はでも本当に僕は塩貝選手を見れて非常に良かったなと思ったんですけれども、あれは規格外じゃないですか、正直。お蔵入りになった1本の動画でも話しましたけど、はい、天名潤選手いわくもスアレスだって、まあ、本当全盛期のスアレス並みの、なんてインテルマイアミ時代じゃないですよ。インテルマイアミ時代じゃないですよね。どのあたりですか。リバプール時代ぐらいですか。いやそれない、パトリックやパトリックか、この前神戸戦でやるまでです。神戸戦でやるまでです。いやでも本当に誰、ハリケーン、ハリケーン、誰も真似しないゴールパフォーマンス、ハリケーン、誰も真似しないゴールパフォーマンス、ハリケーンということでね、本当塩貝選手、やっぱ相手背負って受けるのも上手いですし、自分で一枚個でも剥がせますし、なんて相手も使えるし、まあ、なんか大迫みたいに、なんていうんですか、競り合いがうまいというか、ヘディングでも勝てたりとか、身体能力相当高いですね。まず、なんでしょう、現代サッカーで必要な要素は、まあありますよね。フィジカルもそうですし、やっぱ動ける。うん。あとそう、まあ、技術も高いと思うんで、まあ、今の本当現代サッカーに適してる選手かなと思います。いや、本当にそうですね。本当楽しみでしかない選手ですよね。
昨日だって塩貝選手が入って明らかに流れ変わりましたよね。流れ変わりますし、ギラついてる感じの選手がマリノスにそんなにいないじゃないですか。いやー、おっしゃる通りですね。あれだけギラギラしててやってやるぞみたいな選手があまりマリノスにはいないので、まあいい意味でいないとは思うんですけども、まあ本当に塩貝選手は本当にギラギラしててめちゃくちゃ好感持てましたよね。ああいう選手がというか、でも今アンデルソン・ロペスのところで使ってほしいですよね、塩貝選手。面白そうですよね、あれだけいいプレー見せてくれたら。ただ、まあ、ウィングでもあれだけやってくれるっていうのはめちゃくちゃ良くないですか。左でも多分右でもできますよね、あの感じだと、まあ、いろんなところでプレーできる選手っていうのはまあでかいですね。それこそ加藤蓮選手もそうじゃないですか。これでやっぱりこうプレーできるのは得ですよ。いやー、おっしゃる通りですが、小池龍太選手が出てくると安定感が増しますね、試合の。まあ、安定感増しますし、小池龍太選手のちゃんとね、すごい YouTube で調べてますけど、はい、ちゃんと調べてる途中に、三ツ沢で怪我した直後の動画が出てきて、やっぱりあれ感動しますね。いや、感動しますね。ですし、この前のね、試合でも、試合終了後に小池龍太選手泣いてる映像が流れてたんですけど、感動しましたね、あれ。共に熱くなれ、助けてくれて、小池龍太は、マリノスのちゃんと、うわ、かっこよ。あ、全然僕マジ好きじゃないんですけど、めっちゃ好きじゃん今の。共に熱くなれ。絶対好きじゃんそれ。いやもうゴールのど真ん中でめっちゃ歌ってる人じゃん。絶対好きじゃんそれ。もう。ということでね、まあ、ただ、塩貝選手、このインサイドハーフとかでも出ても面白いかなと思いましたし、もうウィングもできるでしょうし、もうセンターフォワードでも間違いなく、まあ、もちろん選手本職、センターフォワードだと思うので、これからね、大学の関東リーグとの兼ね合いとかもあったりすると思うんですけれども、もっともっと見たいですよね。なんか見たいですし、あと2、3年経ったら、2、3年経たないのかな。つくばの内野幸太郎選手の挙手。ああ、内野選手。内野選手、オリンピックの予選入ってましたよね。入ってるんで。これでもマリノスに来るのかどうか、海外に行くのか。ああ、まあ、どうなんですかね。まあでもオリンピック予選入ってるということは、海外からもね、注目が集まりますが、まあ、一度マリノスに来ていただいて、1、2年で活躍して出て行っていただいても大丈夫ですよ。そしたらだってもう大変なことになりますよね。塩貝選手がもうウィングに入って真ん中内野幸太郎選手なのかっていう、まあ、今マリが大卒でもやれてないですか。そんなにしっかりもう、ね、4年を迎えてっていう時代じゃなくなってるじゃないですか。そうですね。もうだから塩貝選手も4年まで慶応義塾大学にいるとは思えないですよね、あのプレー見れると。長友パターンじゃないですか。もう部活一回もうやめてマリノス来てほしいですよ。上田綺世選手みたいな、ね、もう早めにマリノスに入ってほしいですし、この前の関東リーグでもハットトリックしてましたよね。ハットトリックしてましたね、第1節開幕戦。いや、とんでもあれはでもやっぱ大学じゃもう無双ですよね、あれだけできたら。まあどう、まあそうですね、まあ、2部っていうこともあると思うんですけど、やっぱりもう止められないんです。止められないですよね、あれ。本当にもっとマリノスで試合絡んでほしいなと思いますし、もっと戦力で間違いなく計算が立つなっていうのを昨日見て思いましたよね。まあそれもそうですしね、昨日の対峙した黒川選手見てても、ね、マリノスの選手も悔しいと思いますよ。大学の選手が出てることに対してやっぱそこに奮起したいと思います。まあ、そこで水沼宏太選手がね、昨日外れて、まあ、ターンオーバーだったかもしれないですが、水沼宏太選手が外れて、まあ、塩貝選手が入ってきて、まあ、あれだけの活躍を見せてくれて、本当にいい刺激になるんじゃないですか、これは。全村上選手が特にね、悔しかったんじゃないですか。もうあと井上健太選手もね、まだ出てないですし。井上健太選手もまだまだ出てないので、まあ、このあたりもね、次の試合だったりとか、まあ、これから連戦になってくるので、そういった総力戦になってくると思うので、戦力、誰一人ですね、かけることなく、しっかりと、マリノスもね、次の試合に向けて準備していっていただければとは思うので、次も、2日後、4月13日土曜日にね、湘南ベルマーレ戦が日産スタジアムで行われますので、これは DJ トムが。これは言わせてもらいますよ。はい。DJ トム誕生日、神奈川ダービーさん。あ、4月13日 DJ トム誕生日、日産スタジアム神奈川ダービーに行くので、出会った人、お酒でも買ってくださいと言っていい。もう本当もう言っても誰も買ってくれた人いないですからね。いや、もう買おうともらうなよ。調子乗んじゃねえぞ。なんでお前に怒んなきゃいけないね、見ず知らずの。いや、おめでとうじゃないのよ。誰の子供祝ってるの。誰この前の中が出る。中が出るか、うんこじゃないんだ。誰いや、この中が出る。中が出る。いや、今いきなりさ。
ということでね、あの岩本が、日産スタジオ、岩本テルス。岩本テルない。左吉は素晴らしい、逗子出身、岩本テルですじゃないよ。ということでね、DJ トムが4月13日、湘南ベルマル戦日産スタジオも行きますので、会った方はぜひ声かけてあげていただければと思いますので、引き続きチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。